開きますのでお楽しみに。バスルームを調べます。ヘリカ橋、中から水音が聞こえます。わずかに熱気もです。まさかシャワー中でしたか。鍵でもかかっています。いや、かかっていない。開ければいい。では失礼させていただきます。何ですかこれ。ふざけた。いたずらです。もう一風呂どうです。このボディブラシで顔面を洗ってあげますよ。お気持ちだけで結構です。あ、そう、そりゃ残念です。
ふざけた罠ですね。しかしこれは剣士時にはなかったものです。よってこの罠の出現により後ろ宮バトラが生きていたことが証明されましたね。まあ元より死んでいるとも思っていませんでしたが。バレているカードを堂々と晒してきたというだけの話です。ではバスルームの中を確認しましょう。バトラの姿は？いいえ、バスルームに誰の姿もありません。ぐっと。これで私たちは例外一箇所を除いて客室にバトラが存在しないことを確認しました。いい加減にしてください。その例外一箇所とは一体どこですか？棺桶です。後ろ宮バトラのね。肺は肺に、死体は棺桶に、です。この部屋で詰めるんだろう、イーズ、キナ。青き真実、あなたはこの部屋から消失などしていません。姿を隠し、あたかも密室から消え去ったかのように錯覚させただけです。隠れた場所は私がまだ調べていない例外一箇所。その例外一箇所とは、ここ入り口脇のウォークインクローゼット。ここしか隠れる場所はありません。あなたは今この中に隠れているのです。どうです、バトラさん、心臓のど真ん中を一突きでまさにスマザードメイトってところですか？バトラさん、次はこちらの番です。ああ、やはりな。そうだろうと思ったぜ、エリカ。わざと一箇所を残し相手を棺桶に追い詰める。前回のゲームで金蔵を夏日の部屋に追い込んだのと同じ手だ。そういったな、読んでいたぜ。おや、そうでしたか。では王子をお願いします。しかし予告します。してみろ。あと2手であなたをチェックメイトします。これが予告です。なら俺も同じ予告だ。俺もまたお前をあと2手でチェックメイトする。面白いじゃない。矛盾した予告だわ。嘘つきはどっちになるのかしら。ではどうぞ、そちらの手番です。無駄です。あなたたちの棺桶ごときでバトラさんを捕らえることなどできません。これが俺の王手だ。
バトラはクローゼットに隠れているへの俺の一手だ。喰らえ。後ろ宮バトラ、客室内に存在しない。クローゼットも含め一切の例外なくだ。まずクローゼットに隠れ、エリカがシャワーに気を取られてる間にこっそり部屋を抜け出した。前回のゲームで金蔵を書斎から逃した手法と同じだ。観測者の観測をそらし闇に消える。グッド。そうでしょうね。ええ、そうでしょうね。読んでいますよ、その一手はね。遡り手を宣言します。この部屋に封印を破って入った一番最初の時点です。あの時私はすぐに扉を閉め、チェーンロックをかけ直し、この部屋を封じました。異議申請。事件発覚時にゴーダがチェーンを切断したはずだ。チェーンロックが機能しない以上、チェーンロックでの封印は不可能だ。異議却下。エリカはチェーンロックを修復したのね。ね、不可能です。真鍮製のチェーンをどうやって修復するというんですか。修復は可能よ。ベアトも忘れたの？ガムテープの封印。エリカはね、そのガムテープで切断されたチェーンの切断面両端をつないで封印したの。つまり封印によってチェーンを修復し、それによってこの部屋を内側から再び密室にしたってわけね。異議申請。エリカさんはすでにガムテープの封印を使い切ってるはずです。もう封印はできないはず。異議却下。ガムテープの使用制限は回数じゃなかったでしょ。部屋の数よ。3部屋までという場所の制限だけ。エリカはその一部屋にこの客室を選んでるわ。だからエリカはこの部屋に何箇所でも、そして何度でも封印する権利を持つ。俺がそう許した。これがあなたのおごりの代償です。情けとはおごる者が最も好む悪しき意志。というわけで、遡り手によりガムテープの封印によってチェーンロックが修復されて元の機能に復帰していることを宣言します。そしてそれにより私は入室と同時に施錠を行い、この客室を内側より再び密室としました。死ね、バトラ。復唱要求。今このチェーンロックは施錠を維持している。
選ぶ手は決まってる。バトラーさん、この客室はすでにその密室性についていくつもの赤き真実でそれを保証してしまっています。それをどうやって脱出するというのですか。ジェンロクさえどうにかできれば、できれば。部屋での戦いを落としてもまだチャンスはあります。まだ2日目の未明ではありませんか。不可能犯罪を再び構築する時間も十分にあります。いや、ダメだ。もしここで俺が部屋から逃げたことを認めたら